話を聞こう。何の要件だ？奥方の情報がある。なんだと？なぜそれを早く言わない？どこにいる？なぜ連れて帰らなかった？クルックバック湿原だ。食べ物も住まいも仕事もある。そこを離れたがってる様子はみじんも見られなかった。連れ戻すのがお前の役目だ。住み心地なんてどうでもいい。彼女を見つける約束だった。そして見つけた。取引はそこまでだ。お前はまだ俺のことを卑劣なクズだと思ってるんだろう。この件は全部俺のせいだと思ってる。どう思うかは関係ない。軽蔑しているようだな。ウィッチャーのことは知らないが、俺たちの住む世界には白黒はっきりしたものなんてありゃしない。自分だけの責任ではないとでも言うつもりか。いいだろう、お前の言い分を聞かせてもらおう。アンナとは一目惚れだった。アンカーの戦いで肩に槍が突き刺さった時、傷の手当てをしてくれてな。回復してすぐに結婚を申し込んだ。あいつは喜んで涙を流したよ。すぐにタマラが生まれて、俺はシダリスへ派遣された。領主がエサイン王に反逆して、フォルテストが援軍を送ったんだ。戦いに次ぐ戦い、紛争に次ぐ紛争、戦場暮らしだ。家にはめったに帰らず、酒に安らぎを見出した。安酒に浸りすぎて、家へ帰れた時には手放せなくなっていた。なるほど。それで？前線から前線へ、戦場から戦場へと渡り歩いて軍歴を稼いでいる間、アンナは何ヶ月も赤ん坊と二人きりだった。後から分かったが、それほど孤独ではなかったのさ。3年の間、幼なじみのエヴァンの腕で慰められていたんだ。いやしい男め。わかるか？俺は一度も浮気をせず、誘惑を頭から払いのけたのに、アンナは何年も不貞を働いてたんだ。全く心配してなかったさ。愛していたからな。なぜ気がついたんだ？ある日家に帰ると、アンナの姿が見えなかった。置き手紙があって、俺を愛していないと。あの優男のために俺を捨てると書いてあった。タマラも連れて行かれた。馬にケツを蹴り飛ばされた気分だった。奴を探しに行ったさ。女たちを取り戻し、家へ連れ帰るために。だが奴を見て、心の中で何かが変わった。どす黒くな。俺はゲス野郎を殺し、死体を犬に食わせた。血まみれ男爵と呼ばれるのには根拠があったわけだ。何？お前のあだ名だ。これで納得だな。いや違う、それは全く別の話だ。そんなことをしてアンナが喜んだとは思えんな。はあ、随分と控えめな言い方だな。妻は感情をむき出して反響欄で飛びかかってきた。蹴ったり引っかいたり、最後はナイフを手に取った。かわさなければ俺は死んでた。殴ったのはその時が初めてだ。落ち着かせるためにな。そうするしかなかった。変わってしまったものは二度と元には戻らなかった。アンナは自分の命と俺の命を何度も絶とうとした。何度も繰り返し汚い言葉を吐き、挑発してきた。また殴られたかったのかもしれん。妻は愛を奪われ、夢を壊され、殺されたも同然だと叫んだ。どれだけ謝っても、どれだけ腕いっぱいの花や贈り物を届けても、少しも気にかけなかった。2年過ぎて怒りは無関心へと変わった。妻の発作的な癇癪や、俺の酒癖の悪さで中断されることはあったがな。どうやってかはわからないが、俺たちはあの日々を乗り切った。これで少しは分かっただろう、俺たちの過去のことが。なるほど。お前と彼女、双方の落ち度だ。やっと分かってくれて嬉しいよ。とにかく、アンナを連れ戻す気がないなら、せめて妻がなぜあの沼地に行ったか教えてくれ。彼女は妖婆のもとにいる、しもべとしてな。どういう意味だ？妖婆とは何だ？クルックバック湿原に住む者たちだ。噂は聞いたことがあるが、子供を怖がらせるための作り話だと。どうしてそんなところへ？二人は夜に乗じて逃げたんだ。森を走り抜けようとした時、妖婆に仕える怪物に襲われ、アンナはさらわれた。怪物だと？くそ。それでタマラは怪我を？いや。ああ、よかった。それでアンナはどうなった？その怪物に湿原の奥地へと連れ去られた。傷つけられてはいない。むしろ幸せそうだった。幸せ？バカを言うな、ウィッチャー。あの湿地で妻は何をしてる？彼女は妖婆と取引した。おそらく正気を失ったんだろう。取引？どういうことだ？彼女は望まない子供を身ごもっていたんだ。そして妖婆に助けを求めた。奴らは1年間の奉仕と引き換えに解決を約束した。そして約束は守られた。奴らの歪んだ方法でな。つまり？アンナは胎児が消えると思ったんだろう。だが実際は妖婆に力を吸い取られ、結果的に流産を強いられたんだ。正気を失い始めたのはその時だろうな。それから奴らは彼女を魔法の鎖で縛った。抵抗すると激痛をもたらす鎖だ。魔女と取引だと？最悪だ。何かの冗談だろう。助け出さなくては、湿原に放ってはおけない。たとえ武装した部下と一緒でも、沼地に踏み込むのはまずい考えだ。あそこは危険すぎる。妖婆はお前が思っているより厄介な連中だ。妻が帰ってくるまで座して待つつもりはない。お前は自分の娘を連れ去られたら何もしないのか？そんなことはない。だが俺はウィッチャーだ。そして俺は愛する者たちの人生をめちゃくちゃにした父であり夫だ。部下を集めて湿原へ行ってアンナを取り返す。約束だ。俺は役目を果たした。今度はお前の番だ。約束だな。どこまで話した？バシリスクに襲われた話だ。ああ、そうだ。巨大だった。頑強な怪物だ。奴は俺たちの目の前に降り立った。もう終わりだと思った。危ない！もしこれで俺が死んだら、要塞から何でも好きなものを持っていく。死なないわ。ああ。化け物に俺たちの腕を見せてやろう。放ってはおけない。忘れ物はないな。ええ、ありがとう。俺を助けてくれたことは決して忘れない。あなたも助けてくれた。ここへ運ばれてきた時、食事をくれて、面倒を見て、傷を手当てしてくれた。これでおあいこ。出ていくことはない。いい仲間もいる。いつも温かく迎えてやれる。行かなくちゃ。勇気に追われてるワイルドハントよ。力を使ったのがバカだった。きっと嗅ぎつけられたのね。ワイルドハント、追われてる。ここに残ればみんなを危険にさらす。扉と窓に缶抜きをかけるよう伝えて、そして夜にうろつかないようにって。それでどこへ行くつもりだ。まずはノビグラドへ。その後はわからない。そう言ってシリが去った後は虚しさしか残らなかった。レダニア軍がポンター川を封鎖しているのにシリをノビグラドへ行かせたのか。シリは女魔術師を探していた。魔女を探すならノビグラドだ。それにただ放り出したわけじゃないぞ。通行証を渡した。誰宛ての通行証だ。誰でもない。これと同じだ。レダニアのろくでなしに見せれば通らせてくれる。くれるのか。わざわざ苦労させる理由はない。お前の子を探すならこれが役に立つ。どこで通行証を手に入れた。ずっとこのピエロの一団を率いていたわけじゃない。以前はテメリア軍に仕えていた。川を守っているのはレダニアだぞ。そうだ。だが少し名声があり、各地に友がいれば国旗や紋章はあまり意味を持たない。ではまだノビグラドにいるかもしれないな。彼女を助けてくれて感謝する。ああ、これで知りたかったことは聞いただろう。急ぐべきだ。だができるなら早く言え。アンナのもとへ行きたい。解放して連れ戻したい。自らの意志であそこにいるとは思えない。話を聞いてないようだな。沼地へ行くのは危険すぎる。聞いたさ。だからお前の助けがいるんだ。これ以上シリの話はない。だが同行してくれれば持っているものは惜しまない。少しもな。うん、金はいくらあっても困らん。ああ、そうだと思う。部下を集めてダウンオレンへ向かう。そこで合流しよう。よし、いいだろう。ここにいたな。また逃げました。失礼。お邪魔しました。今のは何だ？こっちが聞きたい。人間か怪物か。部下はウーマと呼び怪物だというが、俺には人間に思える。アーダルのクソぐらい醜悪だが。ウーマ、妙な名だ。妙だとも。だが他に何も言わない。つまり喋れるのか？いや、ほとんど。こういうことだ。名前を尋ねた。奴は座っていた。何も答えず足の指を鼻に突っ込んでな。だから奴の手をつかみ、目を見つめて尋ねた。名は何だ？するとバカみたいな顔でようやく言った。ウーマ。それっきりだ。怪物には見えない。だがメダルが震えている。妙だな。どこで見つけた？実際おかしな話だ。カード遊びで勝ち取ったんだ。あれをかけるとはよほど必死だったんだな。まあ、嫌味はやめろ。偉そうに。誰かが奴をかけたんだ。必死な野郎がいたとすれば、それは奴の元主人だ。おかしな話？どんな風に？一度ノビグラドへ行った。保養と町の娯楽に興じるためだ。宿屋に泊まったら、そこの連中が遊んでいたから参加したんだ。その日はカードがついていた。次々にすごい手が入って金を巻き上げた。ある商人がとりわけ無気になった。スケリッジで仕入れたもの全てを賭けで失ってたからな。そいつがもう一勝負をせがんだから受けたんだ。何を賭けるか尋ねたら、あの見せ物を出してきた。欲しくもなかったが、何か取り返すチャンスをやろうと思ったんだ。だが奴は運がなかった。それでウーマがここクローパーチに来たわけだ。それだけの話だ。大笑いだ。実に面白い。ああ、奴がクソを漏らした時は最高だったぞ。これでれっきとした男爵だ。道化師までいる。ああ、だが何かしっくりこない感じだ。どこがだ？人間よりも怪物に見えるが、奴の目には知性が感じられる。単なる妄想かもしれんが、奴のようなものにあったことは？いや、だが危険には見えない。ああ、まあそんなところだ。たくさんは食わないし、面倒をかけない限りはみんなの気晴らしになるからな。そろそろ出発する。それではな。じゃあな。娘が見つかることを祈るよ。良き父親だと証明しろよ。